釣りの帰り道に八幡の薬師に寄っていきます。霊山寺って書いてあります。こちらは裏参道になるのでしょうか。お先に行ってみたいと思います。こちらには日向薬師と書いてあります。では参道を進んでみたいと思います。こちらは無料休憩所になっているようです。こちらには茶店があります。こちらが本殿のようです。とても立派な本殿です。